実は高知県では比例票で第2位というですね、大きな躍進を作ってるんです。他の総選挙では小選挙区は全部他の党に譲りましてね、全く候補者を持たずに戦ったんです。そしてその代わりと言いましょうかね、その約束をするときに、参議院選挙は日本共産党の候補者を他の政党も押してくれということを事前に話し合って総選挙を戦っていたんです。で、今回のびのびと党の候補者の松本健二さんが、訴えをしましてね、そういう日本共産党の共闘に対する誠実な姿勢、そしてこの政策の訴えが本当に響きに響いて、かつてないような大きな波でですね、比例で票を伸ばすと、選挙区でも大変大奮闘されるという結果にもなっていったんです。